皆さんどうもごきげんよう、部下です。今回はですね、今回もですね、私一人の会となっておりますので、ドッキリです。まあ、あのうちの社長っていうのは、まあ、大食いが苦手なんですね。まあ、嫌いとまでは言わないですけど、結構そんなに食べられるよっていうタイプの人間じゃないんですよ。この間会社で朝次郎ラーメンっていう動画を撮りまして、あれに完食できなくてですね、非常に悔しがっておりました。なんであれぐらい食べれなかったのかって、リベンジはしたい。なので今回ですね、社長にキング牛丼を大食いさせて食べきれたのに動画が撮れてなかったドッキリー。今回こちらですね、傭兵の考案企画なんですけども、結構多分本当に怒ると思う。俺がさ、はい、取れてなかったですってやるんでしょ。そうです、そうです。良平と社長が食べるでしょ。はい。で、前回良平が食べきれて社長は食べきれなかったから、まあなんかリベンジみたいな感じで見せて、2人とも食べきれました。で、その素材が取れてなかったってことになるでしょ。そうです。俺のミスってことでしょ。はい。絶対怒られるじゃん、これは。まあ、ね、優しいで有名なうちの社長が、まあ、どうなってしまうのかって、一生懸命やった企画が取れてなかったら社長はどうなってしまうのか検証していきましょう。怖いわ。イングルドマ。はい、ということで準備はよろしいでしょうか。じゃあ負けねえぞ、これ。頑張ります。負けねえぞ、これ怒ってないよ、怒ってない。なんかもう悔しくてさ。前回ね、社長が、両辺に、まあ、負けましたから、どう見ても完全にね。タッチのね、タッチの差。すごいタッチの差だった、あれいっぱい。タッチの差ではあったんですけど、負けましたから、めちゃくちゃ。あれね、悔しかった、マジで。今回は、アレンジということで、まあ、大食いといえば、月屋さんのキング牛丼ということで。初めて見た、これ。テイクアウトの場合は、目が2個ね、ちょっと乗っけるんですけど、それを、今回お二人にご準備しましたので、これすごいよね、やばいですね、やばいよね。これなんかちょっとこっち高いように見えてるけど、結構同じ量だからね。そうですね、これね、ちゃんと同じ量です。ちゃんと同じ量だよね、これね。ちょろまかししてないんで。そうだね、不正はないよ。僕両辺の方の肉2枚ぐらい食べましたよね。やったら、お前はやっぱりそういうことか。社長の方から、じゃあ取って。あんま変わんねえけどな。そうですね、この1枚2枚。はい、ということで、味変グッズは、ちくいとこの辺に用意しておきますので、はい。まあ、行ってもらえれば。ちょっと鶏皿ください、ちゃんと鶏皿。こう、肉とちょっと。鶏皿欲しいですか？大食いだからね、早食いじゃないよ。大食いだからね。そうですよね。そうだよ。これは食べきるっていうことが、まず大事。けど、はい、長く、こう、時間がこの前分かったんだけど、はい、経過すればするほど、食えなくなる。そうですよね、一気にスピード大事。いや、そう、すごいスピード大事。これは本当にね、ちょっと緊張してきた、マジで。ありがとうございます。じゃあ今、ちょうどぴったり12時なんで、おお、じゃあそれでは、大食い対決用意スタート。よし、お願いします。いただきます。いただきます。ちょうど12時です。普通にうまい。2人は牛丼、キング牛丼は食べたことないんですか？ない、初めてです。卵もらって卵もう生玉でかっこんじゃない。社長、あんだけペース大事って言ってたのに、予想論に必死する人全然食えてね。こういう大食い動画ってトーク動画なんだけど、本当に喋んないね。マジで真剣にやってる。この顔は何の顔？社長、怖い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 。キング牛丼の牛肉が波の6倍、ご飯が波盛りの 2.5 倍。え、そんなもんですか？え、こんなもん。肉が510、ご飯が625らしいですね。あ、社長が卵もらっていいですか？でも社長、あれじゃないですか、もうそっちの皿に入ってるの食べきればあと半分。目がいったって感じ。目が1個いったって感じ。あ、目がそれ食ったら1メガですね。あんまり進んでるように見えないな。うわ、勝てるかもしれないぞ。やばい。大食いってやっぱ別そんな見てても面白くないかもしれない。僕あっち仕事してていいですか？なんでだよ。今社長腹何割ですか？8割。この質問社長にしても意味ねえんだったら。これもう目がいったよ、これ。やばいな。あ、でも社長、でもマジピッタ目がぐらいいったな。でもそこなくなったらもうじゃないですか。でもラストスパートぐらいになりますよね、これね。うん、そっちの今取ってる方食べきったら波みたいな感じだもんね、これ。あ、卵、あと卵ほら、もうこれ見て、え、もうやばいっすね、本当にゴール見えてる。半分まで来て誰もこの卵以外の味に使わないの。いや、そうなんだよな。結構ね、ビビってます。いや、ビビってる。え、そんなことするんだったら強制味変させますよ。なんで俺がもうこれって決めて味変渡しますよ。あ、じゃあネギ、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 やばい、ネギください。じゃあおろしポン酢。
あー、まあ確かにこれはいいかもしれないですね。おろしポン酢ありか。ありがとうございます。いい表情になってきたな、社長が。でも本当にちょっと一つだけ言わせてもらいますけど、キング牛丼って YouTube で食べきれてない人見たことないんで、食べきる前提のメニューなんで絶対食べきってください。いや、食べきりたいよ。だって、うん、はじめ社長とかトミーさんとか、うん、あれですよ、これ早食いでやって何分で店出れるかっていう企画にしてですね、食べきれる前提でね。やばいよね。ここまで来たよ。お、待って待って、やばっ、マジでいけるぞ社長これ。頼んください。ここからちょっと時間かかりそうなんで、僕お昼にしてきます。頑張って。結構きついよ。結構やばい。こっからだね、俺の勝負は多分こっから。まああとちょっとっすよ社長はね。こっから長いね。いや、こっからはもうやめてよ。こっからもうだって40分50分撮ってるって。もうあと一口じゃんって。勝てるよね今日俺。勝てるか、どう見ても勝てますよ。勝てるよね。ジローの時もさ、ここなんだよ最後の俺の。おー、ジローの時もだって後から見たらとんでもねえ少なかった。そう、後から見たら、ね、これなんであれを食えないとかって未だに後悔してるから。しゃあ、おお。いく、いった。なんでベイジョが入るんだよ。なんでベイジョが食えんだよ。あれ、もしかして最後の勝負始まってる今。これ僕もやられるなこれ。うわあ、いやー、きつい。すごい。きつい。波ないぐらい。まあ、そうですね、波はないくらい。入る気がしないです、なんか気持ち的に今。もうギブアップでいいんやよ。そうしたら。それはでもね、それ両兵がギブアップって言うか言わないかなんで。あ、そっか。そこは根性を見せる側はどっちかって言ったら両兵じゃないですか。ね、ギブアップってそう簡単にギブアップなんて言わないと思うんで。ギブアップで。いいんじゃないの。もう勝ったから早く終わりたい。食べたくてしょうがないじゃん。とりあえず応接で横になりたい。いやあ、あれだよ、ちょっと悔しい。ごめんなさい言えよ俺に。この前は僅差だったじゃん。そうですね。だから一勝 0.5 みたいな感じで。、はい、今回もうボロ勝ちじゃん。はい、だから一勝のマイナス1だから。マイナスドッと差がついた。だってこのまま一勝いっぱいだったらさ、はい、絶対この企画またあるじゃん。俺もういいよ。リベンジしたいです、ね、ここはここでリベンジしたくない。したくない。だってそうしたらもうリベンジしたい。したいです、リベンジしたい。じゃあ今回は、まあ、両辺の負けということで、はい、社長の圧勝ということで、ね、よし、はい、うわーすごい。またね、とりあえず1勝1敗ということで。 OK、 しゃあ次が本当の勝負だ。 OK、はい、次はお願いします。まずごめんなさいしろよ。ごめんなさい、まずごめんなさいしろよ。前回言ってましたもん。いや、俺言った。前回とかじゃない、そんなのは。ごめんなさいしてくださいよ、まずは。ごめんなさい。よし。はい。ということで。また次回の大見対決でお会いしましょう。はい、バイバイ。イエーイ、ゴッドで。いや、つーらー。とりあえず取れたんじゃないですか。マジで。マジで。やばい、全然いけなかった。これも食べてもきついわ、マジで。じゃあ、すいません、カメラ止めます。全然いけなかった。ちょっときつい。やばいね。これマジで目が余裕でいけたから絶対いけると思ったんですけど、かなりたい。ちょっと待って、マジで。うーわ、きつ。これマジちょっと俺寝るわ。社長があの吐きそうになってる。いや、マジで。かったでしょ。マジで。じゃあ、あれマジでガチなのよ。ガチ、あれやばかった。これガチ食いやばいな、マジで。やばい、はい、お腹すげえ出てんの。やばいかもしれない。待って、いや、これさ、はい、容量開けてある。いや、僕触ってなかった。触ってない。そのままやっちゃいました。ちょっとパンパンで撮ってるかもしれん。多分マジか。待って、ちょっと、え、ほぼ撮れてない。撮れてないの。撮れてないです。
押し忘れってこと？いや、あの、押してたんですけど。ストレージの問題？ストレージの問題ですね。え、じゃあ、無駄？すいません、社長、これ。ちょっと僕、あれで取れてなかったっす。すいません。取り直しとかになります。きついな。いつ？多分直近で空いてるのが直近ってやめよう。直近やめよう。直近ダメですか？直近やめよう。なんかもうちょっと間開けよう。16とかは一応空いてるんですけど、多分もうさ撮影日に当たってるんで。そうだよね。それかもう多分取れないと、12月になります。12月前半社長いないんで、いない。12月の後半とかになります。あー、そっか、出せねえのか。一日空いてないと取れないんで。だよな。やる？ 16、 しょうがないか。16再撮でもいいっすか。うん、しょうがないよね。だって、なんか、辛いけど、しょうがない。しょうがないじゃん。じゃあ、けどちゃんとストレージ開けてよ、次やるんだったら。もう、お腹のストレージいっぱいだよ、俺。全然うまくないじゃん、こんなの。おい、笑えよ、こういう時だからこそ。笑わせてんだろ、お前らのこと。辛いよ。無駄になってんのさ。しゃあねえじゃんけど、そんなの。誰でもミスあるんだよ。寝たい。俺はもう寝たいよ。じゃあ、ちょっと、16日お願いします。もう一回あれするんで。わかった。はい、すいません。もう今日から、何も変わねえかな。全然怒られなかったね。え、怒らなさすぎるのは動画にならないかもしれないけど、ね、怒らせに行く。そうしましょうか、なんか。怒らせに。じゃあ、お前食えなさすぎな、そして。これは本当に、マジで、本当にすいません。その撮影の日程がどうしてもないから、はい、明日撮りますっていうことにして言いに行こう。はい。それでも怒んなかったら、今日の夜もう一回撮りますで言いに行こう。わかりました。よし。だよ、日程がやっぱちょっとなくてですね。明日再撮でもいいですか？いやいや、ちゃ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 、え、明日でもいいですか？え、だって、え、明日、明日マジで、え、マジで言ってる？マジです。明日の午前中でいいですか？じゃあいいじゃないですか。もうだって日程ないんだ。まあ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 、そうだよね。1回目の企画が伸びてるから、やっぱ早めに出したいんで。いいよ、ケータがしたいんだったらいいよ、俺頑張るよ。じゃあお願いします。マジ早いな、マジか。あー、明日かよ。あー、やっぱり怒んないですね。あんまり怒んないんだったら。ちょっとそうですね、なんかこう態度悪く、いや撮ってなかったでしょうっていう感じにするにしましょうか。やっぱ人間性出ちゃってるから、そういうことできないんだよ。あ、そっか、うん、優しいですもんね。そう、優しい。本当はね、そういうことできないんだ。本当はねってね。ああ、これなんだよ、また。すいません、今入れたスケジュール。明日もちょっとダメっぽくて、今日の夜もう一回撮るんで。ちょっと待って、一応8時間ぐらい空けるんで。だって今日会食っつってたじゃん。会食終わった後とかです。え、飲んだ後？飲んだ後吐くよ。飲み後、キング牛丼大食い、過去2回目。いや、食えないって。いけますって。だって今で、フルでやってこんなきついんだよ、だって。それ、やめ、それ僕の枕なんでやめてください。俺だよ。いいっすか、じゃあ。お願いします。取れてなかったんで、だって。いや、そうなんだよね。分かってんの。取れてなかったんだけど。分かってんだけど、今日の夜か。サウナしたら腹減るかな。サウナじゃ腹減ないです。いや、腹減る方法を検索して、そしたら腹減る方法を検索したら。検索しますか？検索したらやるよ、マジです。ちょっと探して、本当に。あと普通に俺寝てっからさ、来ないで。マジで。
お腹を空かせる方法9選。そんなにあんの?9個もあんの?運動をする、寝る、便通を良くする、食べる順番を考える、頭を使う、お風呂に入る、会話する、消化にいいものを食べる。誰でも知ってるんだ。あ、でも、あれっすね。あ、でも、あれっすね。やっぱ1本目って取れてるんで、別に食べなくてもいいっす、正直。1回目のやつあれ取れてるんで。え、そんなお腹空かせなくても大丈夫です。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、なに、え、なに、え、どういうこと。取れてます。社長の大食いは牛丼大食い取れてます。取れてるんで、いらないです。なに、え、ちょっとわかんない。社長が頑張って大食いをしたのにデータが取れてなかったらどんな反応をするのか、ドッキリ。全然ダメです。もう YouTuber として0点、本当に。怒ってくれないと動画にならないから。俺怒んないから。だってさ、しょうがないじゃんミスはって思っててけど若干今日の夜に食べるって言った時はイラッとした。正直何言ってんのこいつらと思って。普通にいいじゃん、なんか16日でと思って。怒らないんだもん。だって怒んねえよ。俺が怒るのはもうなんかプライベートゾーンを嫁になんかいろいろと言われた時だよ。それだけだよ。そう、長野コンプライアンスに引っかかる時だけだよ俺。奥さんの足が臭いよとかって言うと嫌だ。嫌だよそんなの。臭くねえよ奥さんの足は。今例えですね。例えでも怒るから。例えでも怒るから。そこだけ。俺は別にそんなミスはそんな。ミスは起こんないって。そんな両平が本当に食べれなかったのはあれはドッキリ。両平そっちそっちって。いや、その息子みたいにここに座って。息子みたいに。なんだよこの絵。彼らにドッキリ。ドッキリではないです。ごめんなさい。ほんと二郎系ラーメンより急になんかブレーキかかる牛丼。なんなんですかね。なんか途中までちょっと食べやすいが先行するじゃないですか、牛丼って、うん、だからその食べやすさから急にパーン来るからじゃないかなと思ったんですけど、僕は。そういう話じゃないです今。牛丼が食いやすい食いづらいの話じゃないんですよ。生食べも食いすぎだ。そうですね。それはそうなんだけど、そうじゃなくて今ドッキリの方の話なんだけど。取れてたんだよね。まあ、もう一回聞くけど、俺も取れてる取れてる。なんか頭回ってないんだけど。取れてます。取れてるでいいんだよね。もう一回食べることもない。ない。あー、よかった。だったらよかった。今なんかやっと安心できた。よかった。ダメだな。ドッキリならないな。ちょっと怒らない。俺はなんないよそんなの。ダメか。じゃあ。普通に怒んないよ。女子高生にケツ思いっきり蹴られても怒んないこれ。それはちょっと嬉しいんじゃない。難しいですね。YouTuber としてはいまいちだったな。社長としては100点なんだけど。なんだよ YouTuber としてはいまいちって。YouTuber としてはいまいちだった。その表現がちょっと切れるぞ。なんかあれはさ、いい社長といい YouTuber って多分体調がどこにいる感じがするんですよね。そういうことか。そう、俺はいい社長を目指せばいいの、いい YouTuber を目指せばいいの、どっちも難しいね。情緒不安定なやつじゃん、はっきり言ったら。さっきのところはもう取れてなかったですよ。でもバチブチ切れをしてもらって、でその後はそんなことないんだよってやるみたいな。情緒不安定やばい。 DV のやばい。これ良平くん企画っていうのはドッキリじゃない。良平企画は本当です。本当、はい、これはなんか大食い対決みたいな、それ俺に持ってきてた、はい、裏にはドッキリっていうのがあるあったってこと。そうですそうです。面白いじゃん。でも負けば本当の負けだ。ああ、そういうことか。本当に悔しいです。マジで。はい。だから多分、もう一回やるのは本当。はい。大食いが別のことで。別大食い。第3回戦があるのは本当です。牛丼はないけど。またやるの。え、じゃあもう一回ごめんなさいして。もう一回ごめんなさいして。いろんな意味で。いろんな意味で。ちゃんとごめんなさいして。ごめんなさい。わかりました。よし。はい。はい。それではまた。これ本当のエンディングね。これ本当のエンディング。ああ、マジで。強かったわ、さっき。はい。はい。また次回の大食いドッキリ作ればいいです。バイバーイ。やだよー、もう大食いしないよー。したい。